はーい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、あのフジテレビに大谷さんがブチ切れてるぞーっていうようなね、大炎上のお話なんですけど、元光もね、動画の方で、えー、昨日、おとといとお話をしてきた内容なんですけど、ドジャース優勝してるのに、大谷選手から取材拒否されてるじゃーんっていうね、まあ、その瞬間がライブ映像とかで映し出されていたわけなんですよね。し、まあ、しかしですね大谷選手フジテレビだけにブチ切れて てるわけじゃないんじゃないのかということで話題になってるんですけど、フジテレビがやっと。 ているこちらね、ね木大輔選手が原因なんじゃねえのかという,ふうに言われてるんですよね。この本木選手、勝手に大谷選手の車をさらしたこともあったということで、大谷選手は実は本木選手を睨みつけていたんじゃねえのかっていうふうに、ね、言われてるわけなんですよね。ということで、今回その件についてね、見ていこうかなと思います。本光のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ家 車をさらすフジテレビ、もう車をさらす元木大介ということで、もう地獄クイズみたいな、そりゃさ、えー、大谷さんもぶち切れて当たり前だよね、みたいなね、話みたいなんですよ。で、元光がね、昨日動画でお話しした内容ではね、大谷さん、フジテレビのカメラ前に来るかなと思ったら来なかったっていうことで、この映像がすごく話題になってるんですよね。よっしゃ、ワールドシリーズ勝ったぞっていうようなね、そんな状況の中でですね、このある人にですね、この 人がね。ちょっと取材をね。こっち来てくれって言われてるぞ。みたいなことを言われたような感じがして、一瞬ね。大谷選手、そっちに向かって行こうとするんですよね。でカメラ変わってフジテレビのカメラだと思うんですけど、まあ、ここに元騎士の横顔が映ってるんで、このカメラ切り替わってフジテレビの方の取材に来るんじゃないのかというふうに思われてたんですけど、お大谷選手こっちに向かってくるのかって思ったらいや。あっこにはちょっと行きたくね。えよみたいなしかめ面で。こ こちら側のカメラを睨みつけてで、すねね大谷選手はそこに行かねえよみたいなまあ、こっちにね、誘ってくれてる人もですで、いや、ダメだったよ、みたいなことをで言いたそうな顔をしてるような状況だったわけなんですけど、まあ、このカメラの向きでも結構わかるんですけど、富士テレビ側にね、えー、嫌な思いをしてるという感じだったんじゃないのかということが想像できてたんですけど、他のカメラからの映像も検証されてるということで、こちらで言われてるんですけど、 さん新情報ドジャース優勝時に大谷選手がにらみつけた先にいたのは元木大輔だったことが発覚ってまあ、フジテレビのカメラの方だから元木氏が行ってもおかしくないんですけどまあ、例えばですね山本由伸選手のところにフジテレビがインタビューに行ってる時も元木氏がいるわけなんで、まあ、元木氏がそばにいるカメライコールフジテレビのカメラということになるわけなんですけどえピンクの服を着てるのが元木士なんですよねめちゃめちゃわかりやすいなんでドジャス のということでね、批判も集まっていたわけなんですけど、フジテレビ番組のインタビュアーで仕事をしていたピンク服のト木大輔が映像からも確認できますって他のカメラから見たらこんな感じだとここに大谷選手がいるわけなんですよね。で、さっき大谷選手に声をかけてこっちの取材来てくれねえかみたいな感じで言ってたのがこの人になるわけですね。ちょっとゆっくり同時進行で見ていこうと思うんですけど、上と下のね、映像。 こんな感じで大谷選手にね、ちょっとこっち来てくれよみたいな声をかけてですね、大谷選手一瞬行こうとするわけですね。実際にこの別のカメラから見ても一瞬行こうとしてるんですよ。で、この時にですね、元騎士がですね、えー、こんな感じで、おー、こっちだ、こっちだみたいな手を上げてるんですよ。ちょっと見づらいかもしれないですけど、ピンクの服の人が手を上げてますよね。こっちに来てくれーみたいな、そんな合図を送った瞬間にですね、えー、まあ、ここ大谷選手、下の画面で言うと、えー 確認した瞬間にですね手を挙げてんのあああれやべえだめだ行けねえわみたいな感じになって急に顔がですねしかめっ面になってですねえあそこはちょっといけねえよみたいな感じになってるんですよねだから同時にカメラを見てみるとですねどう見たって元木大輔氏が手を振っ いや、あれ、やめとくわみたいな感じになってるんですよね。まあ、なので、フジテレビおよび元騎士がアウトだというふうに言われてるわけなんですよ。でね、なんで元騎士のことを嫌がってるのかっていうのがね、言われてるんですけど、以前、大谷さんのポルシェを無断で拡散した件といい、大谷さんは元木とフジテレビに相当怒ってそうですということで、無断で拡散してたわけなんですよね。こちらなんですけど、大谷翔平のインタビュー拒否。フジテレビもだけど、元木。 大輔が勝手に大谷の車をインスタに上げてたのもあるんじゃないかって、インスタの画像は削除したみたいだけど、ということで、元木大輔氏のね、インスタグラムで、これ、大谷選手のポルシェをですね、はい、これ、ポルシェです、みたいな、そんな写真を上げていたわけなんですよね。これ、無断で上げていたらしくてですね、現在、このインスタの投稿は削除されているという状況なんですけど、いや、こんなことされてたらさ、フジテレビうんぬんとかって いうよりえ元騎士に呼ばれたって行きたくねーよっていう風になりますよね、まあ、大谷選手が元騎士の顔も見たくねえわーみたいな感じになっててもおかしくないんですよ、まあ、その結果のね、えー、さっきのね、えー、しかめ面の可能性もあるわけなんですよねふざけんなよあんなとこ行きたくねえわーみたいになっちゃいますよねまあ大谷選手ね NHK の方のインタビューにはすごい笑顔で答えてますからね元騎大介は NG だけど田中健介選手にはちゃんと答える大谷翔平はさすがだなーって いうこ,とでこちらの映像の方ではめちゃめちゃ、ね、笑顔で答えてたりするんですよね。 えー、いろいろね、インタビューも受けて、ちゃんと答えてくれてるんですよ。で,でも、元木大輔率いるフジテレビ側にはこの顔で拒否というような形なんですよ。もうザバーとしか言いようがないんですけど、そりゃさ、家をさらすフジテレビ、車をさらす元木大介がタッグ組んで、大谷選手のとこ近づいても、そりゃ拒否されるに決まってんだろうってなりますよね。よくそのコンビで、大谷選手に取材に行けるなって神経が理解できないですけどね。さすがに、今回の 異業達成の後はテレビ局にもちゃんと答えてくれるでしょうみたいなあんな感じで近づいていこうとしたのかなあんなひどいことをやっておいて傲慢すぎるよねフジテレビも元木大介氏もでねちなみになんですけどあもう一回ね検証していくとですねさっきのね映像え大谷選手が拒否してるぞっていうね映像なんですけどその途中でですねこれよく聞いたら元木がダメって言って ててほんとクサーっていうことでねまあ、ちょっと音声は流せないですけどこのね大谷選手がね拒否した瞬間このしかめ面になった瞬間ぐらいに元騎士があダメだって言ってるんですよね元騎士の声に聞こえるわけなんですけど、まあ、実際誰が言ってるかわかんないですけどおそらく元騎士だなっていう風に言われてるんですよねもうこんなヤバいことする人たちに取材させたらいけないでしょう選手がブチ切れるような人たちだよフジテレビと元騎士に関してはありえないだろう って話なんですけどまあ、こういうのもあって、元木氏がもう叩かれまくってるわけなんですけど、まずはね、元棋氏大谷さんからインスタフォローされてないことが発覚っていうことでね、元木氏先輩なのにさ、これ、フォローされてないみたいなんですよね、大谷選手から。まあ、こういうとこ見ても、大谷選手からやっぱり嫌われてんじゃねえのかーっていうふうにね、言われてたりだとか、他にも、元木大介氏のインスタコメ欄、大炎上して地獄化してるぞっていうことでね、もう叩か れまくってるみたいなんですよね勝手に人の車さらすとか、常識外れなことはやめとけよとか、大谷選手の車は無許可撮影してたってかって、心底残念だよって、優秀の美の瞬間にあんな嫌そうな気持ちにさせないであげてほしかったって、いやほんとそうだよね、あの瞬間以外、大谷選手ずっと笑ってるよっていうか、普通さ、あんな時ににしかめつれになることないと思うんですよ。よっぽどだよ。 うん、もうテンション上がってるからさもう正直フジテレビとか何も関係なくずに「いやありがとうありがとう」みたいになりそうな雰囲気の中それでもフジテレビと元棋士に関してはふざけんなっていうあんな顔になるんですよいやマジであんな気持ちにさせないであげてほしかったっていう話だとかフジテレビとやってること変わらんやんって他人のものを勝手にさらしたらあかんのいい年してわからんのかとかフジだからインタビュー拒否られてましたねかわいそうだと思いましたよとかまあ自分自身にも問題が ありそうですけどね家の件であんなけ言われてんのに車はないやろ常識ないんかおめえみたいなこともね言われまくって超叩かれまくってるんですよまあそりゃあこんだけ叩かれてもおかしくはないかなと思いますよね <laughs> もうも元騎士とフジテレビが一緒にですね大谷選手に近寄るっていうこと自体がありえない話ですよねあまりにも傲慢すぎるかなと思いますということでネットの意見もね見ていこうと思うんですけど自分の新しい自宅を勝手に放送したフジテレビ 自分のの愛車をを勝手に SN に SNS 載せた本木大輔を連れれててくるの恐怖だだろう睨まれて当然だーっていうふうにね、言われてるんですけど、まあこれね、えー、第三者で見たら面白い話に見えますけど、大谷選手からしたら、マジで家族の命が狙われるような、そんなことまでなった大炎上なわけですよ。そして、元木氏に関しては、個人的にポルシェを晒してんだよ。ありえないよね、普通。むちゃくちゃだろって言われてたり、他には、さすが元木 やっていいこことととダメななわからないバカだなーってお前もプロ野球選手だったんだろアホって気持ちぐらいわかるよーっていう風なね声が上がってたりだとかインタビュー拒否の件富士じゃなくて元木 NG 説も出てきて笑うって過去のモラル違反まで掘り返されるのはさすがにくさだわーって、まあ、正直カメラとかだけじゃパッと見富士ってわからない可能性もありますからね <laughs> 元樹氏が見えた瞬間にあ富士だ終わりだ元樹氏だ終わりだみたいな感じで拒否 他には最初に流れてた映像だと半信半疑だったけどこの角度で見ると大谷フジテレビというか元木を拒否したのがもろにわかるわーっていうのがさっきの検証された、えー、動画ですよね、えー、これかなこれ,こ,れこっちかこれ上の動画見るとどう考えたって元木氏を嫌がってんじゃんみたいになってるわけなんですよね手振った瞬間拒否ってますからねで他には控えめに言ってもジと元木が最低すぎる大半の野 野球ファンに謝れ、その前に大谷選手に丁寧に真面目に謝れ「元木のことが嫌いになったわ」っていうふうにね言われてたり「おい元木そういうとこやぞー」って「なんでピンクなんだよ」「なんでピンク着てきたんだよ」ってどう考えても青い 全くだろうって、あまりにバチいすぎて、一人だけコラみたいになってるじゃないかっていうことで、まあ、優勝が決まるというような、そんな可能性のある試合の時にさ、ピンク色の服着てくるって、どういうことだよっていうふうに言われてるんですよね。バチいにも程があるだろうって。まあ、こうした空気読めないところが、大谷選手の車さらすだとか、そういう考えに至ってるんじゃないのかなとも思えてしまいますよね。なんだこれって。えー、他にはフジテレビが嫌われてるだけで本木大輔は 関係ないやろって最初思ってたけどインスタに勝手に大谷の車と写真撮って載せてたんかって他人の車勝手に SNS に載せるのは気持ち悪いし訴えられたら確実に終わってるだろうって野球しか知らない野球バカになるなという長嶋さんの言葉を忘れたかバカめってお前ら教えられてるだろうっていう風にね言われてるわけなんですよね。普通にに考考ええててててさ人のの車写真撮っっっネットに投稿するいいいううが良くないことっていうのを ほか,か,かなりやばいりと思いますけどね他にはこの視線の先には元木がいたらしいねってわしも巨人ファンやけどあいつ嫌いよーっていうことでこのしかめっ面の大谷選手の奥には元木がいたのかーっていうことでね、えー、俺もあいつは嫌いだぜーって言われてたりもします。ということで今回はフジテレビ大谷選手に取材拒否無視されるっていうのが実は元木大輔氏に問題があるんではないかっていうのもね発覚してしまうというような話 でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました